戦闘の能力的にはそんな高くないんでね、目さえ合わなければいけると思うんですよ。おう、担いでそのままダッて交渉権になる。武井さん、お疲れ様でした。あ、お疲れ様です。どうも、すみません、お前終わって突然なんですけど、武井さんって百獣の王を目指してるじゃないですか。え、まあそうですね。目覚まし8始まってもう2ヶ月ぐらい経つと思うんですけど、はい、やっぱ倒せない人って目覚まし8にもたくさんいると思うんですよ。戦闘力高い人たち多いですよね、目覚まし8。そうですよね、はい、ちょっとその人たち、武井さんならどうやって倒すのかなと思って。いや、やめなさい。いや、やめなさい。まずはこの方、お願いします。感じ悪いっていうか、なんか幸せな人を許せない人がいるのかなと思ってて。古市くん、社会学者。ああ、もうなんか歯に衣着せぬ発言で今大人気とか、なんとかっていう大人気とか、なんとかっていう。古市くんはだって、まあ、何、特にスポーツやってたとかでもなんでもないし、ただの人のオスでしょ。ただの人のオスでしょ。ただの人のオスでしょ。だから古市君はなんだケツやってやるよって言って、なんだ火曜日のレギュラーも俺に渡せみたいなこと来るんですかね。うわーっつってかかってくるんでしょ。まあ古市君確かにその知識もあるんで、 IQ も高いから確かに強敵ではあると思うんですけど、まあわーって来るじゃないですか。だけやってやるぞって言ったら、まあ普通にこの辺に顔面あるんで、身長もこのぐらいだから同じぐらいなんで、そこに向かってきた時に左滑ったドーン、左滑ったドーン、左滑ったドーン。まあシンプルに人のオスなんで、シンプルに人のオスなんで打撃を上げるんで、それだけでいけるんですか。もう一発で、もう特別な方法はあんまない。まあほら、なるほど。ひどい空気になってきたな、ひどい空気になってきた。俺からは絶対手出しませんから、ね、俺からそんなことすることは絶対向こうがやってやるっていうんだったら仕方なくそういう方法を取るんですよ。あ、すいません。いいだろうな。まあ、まずいだろ、倒したら目を合わせて戦っちゃダメですよ。もっとメデューサと戦うかのように焦点をずらすんですよ。直視しちゃうと固まっちゃうんで。